キングドックス・ヒラの仕様、関西ジャニーズ JR との絆を語る。ファン感激の思いを明かす。5月20日発売のアイドル誌、舞予定、2022年7月号集営者に、キングドッス・ヒラの仕様のロングインタビューが掲載されている。愛知県出身の平野は、関西ジャニーズ JR で活動を積んだ後、東京に進出。 2018年5月に長瀬角、高橋山、岸優太、神宮寺優太、岩橋玄樹とキング・アンドスとしてデビューを果たした。今回の特集では、関西 JR 時代のエピソードを振り返ったほか、東京行きが決まった後の裏側を明かし、ファンの間で話題になっている。平野が登場したのは、同志の人気企画、一万字ロングインタビュー、僕が JR だった頃。 毎回、タレントが表面化していない出来事に言及するなど、この場だけで話す赤裸々な告白が注目を集めているコーナーだ。今回登場した平野も、うちに秘めた思いや苦悩を語っている。平野はジャニーズ事務所に入る、前小学校2年生の頃からダンスを習っていました。転機となったのは、中学3年生の時にダンススクールの合宿で東京に行ったこと。 当時の先生がジャニーズ事務所前社長ジャニー北川氏と知り合いだったため、詳しい経緯はわからないものの、ジャニーさんと対面する機会があったとか。その数ヶ月後、ジャニー氏から電話があり、大阪で開催されたセクシーゾーンへのコンサートに急遽出演したとのこと。ほとんどの人は、次戦型戦で事務所に履歴書を送り、オーディションを受けて入所が決まるだけに、 平野の場合は珍しいパターンです。ジャニーズに詳しい記者。なお、東京関西のどちらの JR に所属するか選べる状況にあったというが、平野は最初にステージに立った大阪の地で力を試すと決断。インタビュアーに、やっぱりもう一回選んでいいと言われても関西を選ぶと聞かれると、いや東京を。冗談です笑い。と返しつつ。 とまた関西を選びます、ときっぱり。関西 JR ならではの苦労もあったようだが、ただ関西は僕の基礎を作ってくれた今でも大切な場所。もしも関西ジャニーズ JR での日々がなかったら、今の僕は間違いなくいないです。だから今でも感謝してます、と述べている。そんな平野は関西ジャニーズ JR として12年頃からの向かい康筋スノーマン。 金内修身と一緒に、キンキャンというグループで活動。西畑大和れ、にわ男子、大西流星、にわ男子永、長瀬廉、キングピンスによるユニット、にわ王子とキンキャンへの6人で、バラエティ、毎度、ジャーニーから b s くじやコンサートに出演していた、キングピンス平野の仕 関西のことに関しては何も話さないでいようって思っていた。この頃、何金は絶大な人気を誇り、CD デビューを望むファンの声も相次いでいたほど。しかし、徐々に平野と長瀬が東京の仕事に呼ばれる回数が増え、15年3月には金内がジャニーズを退場。何は王子、金キャン王をそれぞれ事実上の解散を迎え、向井、西畑。 第二子の三人が関西に残った。何近時代について平野は6人での活動楽しかったですね。ずっとこの楽しい時間が続けばいいなって思っていたんです。だけど僕は親の仕事の都合で東京に行かなければいけなくなって、と介護。 状況が決定してから母親の病気が判明するなどトラブルがあったものの、最終的に東京で祖母と一緒に暮らすことになったとか、一方で平野は何禁でデビューして欲しかったファンの人の気持ちもちゃんと理解していたといいます。インタビュアーから、関西を離れることに聞こして、厳しい意見も一部あったよね、と問われた際、誰かを傷つけてしまうことを恐れた結果、 関西のことに関しては何も話さないでいようって思っていた時期がありました、と打ち明けています。親の武豪だったとはいえ、金キ,キャンヤナに、金の活動を止めてしまったのは僕なんで、申し訳ない気持ちがずっとあって。ヤスジがデビューして嬉しかったし、どこかほっとしましたね、トトロ。 グループ解体後も関西で踏ん張っていた3人が無事にデビューできたからこそ、平野もこうして本音を言えたのかもしれません。どうキングドッグスデビューでジャニー社長に直談判も。その後、平野は長瀬、高橋、岸、神宮寺、岩橋と共に、ミスター・キング VS ・ミスター・プリンスの一員に、ジャニー氏に直談判し、 デビューの切符を掴んだことは周知の通りだ。毎夜上、でもデビュー当時の経緯を詳細に話した上で、ただ今思い出しても直談判は地獄でした。ぶち切れる社長と、しどろもどろに話す僕、めちゃめちゃ怖かったです。と懐かしんでいた。 貴重な裏話の数々に、ファンは、安ジと西畑大西が全員デビューできた今だからこそ過去のことを話せたんだろうね、塩がインタビューで何、金6人の活動が楽しかったって言ってたた。本当は何、金でのデビューを待っていたけど、道は違っても6人が輝いていてほしいな、塩ちゃんが何、金のことをずっとこの楽しい時間が続けばいいと思っていた。 って話してくれて、ものすごく嬉しかった、と感激。また、自家断パンの話はよく聞くけど、社長にぶち切れられたのは初めて知った。デビューするために自家断パンしたのは有名な話だけど、その時に社長にぶち切れられて、怖かったって話は気質自家断パンの時にジャニーさんがぶち切れたのはちょっと意外だったと驚きの声も上がっていた。 昨年3月をもって岩橋が脱退し、キング・アンド・オハ5人体制で再始動。今年4月2日から5月15日にかけて、初の4大ドームツアーを成功させたばかりだ。6月29日には4枚目となるアルバム、メイド・インのリリースも控えている。今後も下積み時代に暗く味わった仲間と切磋琢磨しながら、アイドル業を突き進んでほしいものだ。